えー、埼玉県大宮の鈴木司会員です、えー、このケースは前歯がぐるっとねじれてる前歯ねじれ系ですね、えー、この子はですねまあもちろん1年で矯正終了抜歯をしませんでした、えー、このケースは、えー、高校生なんでとても簡単に終わってくれましたが高校生じゃなくて25歳30歳 男の人だったりしたら本当に難しいか抜歯になってしまったりしたでしょうこれは高校生大学生、えー、20歳ぐらいまでだったらもう結構いけますよね、えー、まあ,あの骨が柔らかいとね動かしやすいんですよで抜歯をしない代わりにディスキング、えー、マウスピース矯正でも今ディスキングが流行ってますが、えー、歯の間を IPR するんです かっこよく IPR なんてこの頃いますけどね。で、この子は高校生だったんですが、この前久々に、えー、メインテナンスで家に来ましたね。もうすっかりもう25歳ぐらいになってました。つまりもう7年経過症例ぐらいですね、えー。もうね、すっかり大人の女性になっていましたが、えー、どうなってたのっていうのは、この前歯見てください。こんなにねじれています。このねじれもですね、 えー、これはねじれすぎてるんで、マウスピース矯正すごくねじれ直すのに苦手です。これマウスピース矯正してる先生が、えー、見ていただければ、そうなんですよ。苦手なんですと、えー。歯をねじるっていう動きが苦手です。ワイヤーは得意です、えー。マウスピース矯正でこのねじれを直そうとすると、沈んでってしまいます。歯が。回転しないで前歯が沈む。沈むんです。 この歯が上に向かって沈んでっちゃうんです沈んでっちゃうあれ回んないその代わり歯が短くなってくっていう感じえー、ワイヤーだったら簡単です、えー、1年で終了ですからえー、隙間をディスキングして作って、えー、やっていくとじゃあこっち側だけ抜歯したらどうなのって言ったら成虫の真ん中があっちにずれてっちゃうんでアウトです完全にアウトです100%女性はもう怒っちゃいます 真ん中が左こっち側にこっちにずれてったら最悪ですよねどうしてくれんだってなりますからこのケースはバッシュしないでバランスよく隙間を作ってくるんって回転してかといって隙間がないとどうなるかこれでトラブルを起こす先生もいるんで患者さんも気をつけてくださいこのケースがですねどうなっちゃうのって言ったら隙間が少ないとどうなるか。 この前歯、想像してみてください。隙間が少ないで、ただ単にワイヤーをやって、この前歯をねじってったら、出っ歯になるんですよ。それで、マウスピース矯正でトラブルが起きるか、ワイヤー矯正でもトラブルを起こすか。えー、出っ歯になっちゃった。ね。あの、前歯がガタ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 ねじれてた、やえ歯だった。矯正したら、やえ歯が出っ歯になった。ねじれた前歯が出っ歯になっちゃった。 抜歯をしないで非罰し矯正をしたら今度は出っ歯になった、えー、そういうのでもう一回矯正したいっていう問い合わせが来ます。現に増えてます。これからも増えるんだろうなと危惧してます。えー、かといって抜歯矯正もマウスピース矯正は苦手なんで本当にねあのマウスピース矯正は本当に気をつけてください。日本矯正学会がもう本当に気をつけてと言ってます。 えー、経験が少ない浅い経験の、えー、数が少ない浅いワイヤー矯正もしたことない先生がマウスピース矯正に手を出してて大変矯正をなりわいとしてる者たちからすると大変困ってます。あの評判をを落ととすようなことをしなこしいでって思うぐらい、えー、矯正15年もやってますが、えー、こういうねトラブルを起こさないでってマウスピース矯正の先生もワイヤー矯正の先生も思ってます。 えこういうケースを出っ歯にしないでください。えー、本当に気をつけてください。ね。出っ歯にしない。出っ歯になってないの分かりますかもうこれがポイントです。下の歯並びは余裕ですよ。抜歯しないでも。これぐらい、カタカタっていうぐらいですから。ね。これ余裕です。えー、2ヶ月で歯並びよくなります。2ヶ月。2ヶ月です。2回来て終わり。 だから余裕ですだからもうほとんどあの強制で費やすのはこの1年ここに1年下は途中で2か月パパってやれば終わり、えー、そういう感じですね、えー、高校生だったら本当に早いです逆に中学生だとね早すぎちゃって後でサボってこの前歯のねじれが戻ってくる世の中にもう一つ、えー、強制のトラブルがあるとしたら このワイヤー矯正でマウスピース矯正で綺麗に出っ歯にもならないで並びました3年後に前歯がグググググってねじれてきて4年目にして後戻った先生もう一回矯正してはいじゃあ20万円追加料金ですって言われた時に残念ですよね、えー、そういうことがないように気をつけてください、えー、僕の、えー、この患者さんはもう7年とか えー、もっとかなこの前だから高校生だった子がもう2 5 6になってますから、えー、すっかり大人になってましたが相変わらずこのまんま変わってません、えー、綺麗です、えー、まあそうやってねマウスピース矯正マウスピース矯正とかワイヤー矯正が終わった後に宅急便で僕はマウスピースこのリテーナーって言うんですけどこれを送ってますね 何年でもやりたければもう3年でも4年でも送るよーってやってますね。ね。こういうマウスピースで固定したり、すごいねじれてるところはこうやってガチって固定してたりします。だってこれだけねじれてるんですもん。こんなにねじれてるんですよ。癖持ってるのに決まってるんです。これ3年で安定するとは絶対に思わないでください。矯正してる先生も、あの、経験が少ない先生も3年なんかじゃ、この前歯のねじれは安定しません。 5年、6年、6年ぐらい、7年ぐらいしたら安定します、えー。それぐらい油断しないでください。じゃないと、5年経った後に前歯が動いた。4年経った後に前歯が動いた。本当に残念ですよね。そういう目に遭うとしたら。えー、でも、実際そういう患者さんが世の中増えてるんです。これからも増えるんです。もう目に見えてます。えー、なので、本当に気をつけてください。 ご視聴ありがとうございました。グッドボタン、よろしければよろしくお願いします。えー、鈴木鹿チャンネル、鈴木慎次郎チャンネル、二つあるんですが、いろいろ症例を、えー、載せてますので、よろしくお願いします。えー、これからはね、口腔内スキャナーとかで、こういう、えー、歯型をもう口の中でスキャンしてですね、それでコンピューターシミュレーションで歯並びがさーってこう、AI がコンピューターで歯並びがこうやって動いてきますよ。 えー、最終的にはこんな感じに予定で動いてきますよっていう、えー、シミュレーション画像を見せることもタダでやっていますね、えー、他だと多分3万円とか、えー、取られるんだと思うんですが、えー、そういうのも、えー、将来的にはうちの患者さんに関しては、えー、やってみようかなと思っています今のところですよ僕はただでやってますねやる予定です 口腔、えー、内スキャナーデジタル化の時代が来ましたね。ね出っぱにならないでください。出っぱにならないでください。何度も言ってます。出っぱにならないでください。ねよしじゃあありがとうございました